お疲れ様です。すありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、資料もがっつり作り込んで、<laughs> ありがとうございますあ。ありがとうございます。あの資料、作ってみたら、割と、あの、細かくなって、やっぱり、あの、ステップバイステップになると。あの、資料多いですよね。うん、でも、あの、すごく、ああいうのをやることで、やっぱり、なんか、次があるのかなというふうに思いました。すごくいい機会をありがとうございます。ええー、こちらこそ、ありがとうございます。本当に。この。 この一晩でかなりクラウドコンペアの、ええ、使いこなしが分かってきました。あの天群データの素晴らしいです、ね、データクレンジングというか。はい、えー、あ、いいですね。なんか、あの相変わらずお忙しいみたいで、<laughs> なかいろんなところ行か <laughs> れてるみたいで、あのアウトドアも含めて素晴らしいですね。30分ですね、まあ、今日の場合。はい、えっと、多分ドローン部を中心に。 5人ぐらいは来るはず。いいですね。ありがとうございます。もしてるのこれ、もう公開、後で公開する感じで大丈夫ですかん大丈夫です。はい。分かりました。はい。明かりはどっちがいいですよね、これ。どうか。真っ暗なではい。はい。続きましたね。いやでも、あっという間に年末ですね。 資料をシェアしといてもいいですかそうですね。はい。うん、はい。事故がないように。あ、ウカさん。あ、来ましたね。ウカさん、<あ>早朝じゃないですか時間だとおはようございます。<laughs> あの今、<laughs> 5時半ですけど、あのっったばっかりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。こ <laughs> これはどこ あーこれか。か、うん <laughs> 今神田は参加してるからまだかんドローン部は来る感じ神田もう始まっち,ちゃってもいいのかあ本間が今が来るズームに入れないとか言ってて、ね、入れないあ今どうにかじゃあ本間来たら始めますかちょっと すいません今入りました申し訳ないです、はい、はい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 オッケーです失礼しますじゃあ時間ですねす今続々もうさん来たじゃあ始めましょうかはい三十、はい、分でそうですね三十分でだいたい二十分ぐらいで話をしてはいあのいろいろ

じゃあ、早速いってみましょう。まずはちょっと私の方で説明しています。ボクセルタイルの作り方ですね。あのこれあの、もともとあの国連ベクトルタイル通気との関連の中であのオープンにはしてたんですけど、あんまりドキュメントを作ってなかったので、この機会に作っていました,でどういったもの。ボクセルタイルってどういったものかなんですけれども、私が作ったのは静岡県産でオープンデータに出しているあのポイントクラウドのデータですね。これからあの、えー、2メートルあの四方のこう四角をこう作っていくというものなんです。であの 通常、ラスの,のデータとかあの可視化するときもっと細かく見れるんですけど、まあ、そこまで細かくはしないというものになっています。まあ、あのそういったところでスクトップ GS のほうがすごくよくできるので、あのそういう、スクトップ GS がいい領域はあ,のあまり犯さずに、ですねウェブブラウザでできるところというところで、1メ、えートル GSD の立方体ですね、あのラスうデータをそういうふうに変換するということをやっています。あともう一つがあの色をですね、あ、そっか、これをやると。 せっかくなのでのこんな感じですね、ウェブブラウザであの割とこんな感じでこうよく動くような構造物なんかはわりと見やすいということで、まあ、こういったものを作っていますで、えっと。あと色ですね、色付け、あのベクトルタイルでボクセルを作ると、3次元のデータを作るということで、色が結構自由につけられて、あのカレテスというすごくいいのいい。 ツールが国連ベクトル対応ツール機の中へ出ているので、あのこういったあの色をつけてあのいくということもできています。割とこうあの同じ場所なんですけども、色のつけ方でだいぶ見える情報が違うなと思っています。でえー、そうですね、あの我々今回あのお話をするのがラスデータですね、それをボクセル対応するという方法について、あの技術的なところをちょっと20分ぐらいで説明してみたいと思います。 まず GitHub にあのデータは置いてあるんですけれども、オプトジをですね、オペクトルタイにしていくというプロジェクトで、えー、KIDC という名前、えー、KID って空間 ID なんですけど、空間 ID の3番目のプロトタイプなんで C にしてます。KIDA、KIDB、KIDC というところまで来ていて。そういう意味だったんですね。はい、なるほど。はい、空間 ID の第3、えー、プロトタイプですね。これから DEF、はい、と増えていて、多分 Z まで <laughs> 行くのかもしれません。で、ここ開けていただいたときにですね、最近 GitHub でよくあの えっと、宣伝されているのが、これピリオドを押すとあの、ビジュアルスタジオコードみたいなあの感じで見れるということで、まあ、これをちょっと使いながらご説明をしていきます。これ、面白いですね。本当に普通にあの GitHub で表示した後えピリオドを押すだけで、こんなビューになります。で、ファイルとか開けやすいのですごくいいなと思ってます。ねはい、この中で、レイクファイルっていうのがあるんですけれども、ここにあの全てですべ、ね、てエラーも含めて書いてあるというような感じになっています。でえっと、まず、レイクファイルなんですけれども、 えっと、えっと、ビルドツールの一種ということで、あのプログラムをまあ書くための方法だと思っていただければと思います。あのこの中にですね、あの中をこう英語として見ていくとタスクなんとかってあるんですけど、まあ、それぞれのタスクをこう定義していくようなファイルになってますね。でこの中で、あのえー、一つ一つあの見ていくんですけども、まあ、ちょっとここもあのスキップをして、あの 具体的にこういったものがあります。というのをあの書いてます。で、たくさんあるんですけど、今回青字で書いてあるボクセルタイルを生産するところっていうのが今回の話になりますね。 えと肝のところは124から155行なんですけれども、おおむね3つのことをやってます。緑で書いてますね。1つ目が座標形の変換で、ラスデータってもともと地上の,あのいい座標形になってるんですけど、我々は w e 地図を作っては、ね、ウェブ地図の座標形に変換をするというのが最初です。それから2個目の真ん中のところですけれども、これがラスからあのジオジェイソンを作って、それをそのままベクトルタイルにあの変換をするというところをやります。最後にあの ベクトルタイルをあのパッケージのファイルで mp タイルズっていうのがあるんですけど、それをファイルシステムに展開して、えー、それをウェブラウザに上げて、アェブサーバーですね、に上げて終わりとっていうところです。それでまずですね、コマンド、使うコマンドについて簡単にご説明をしてみます。えー、Ruby というのがあって、黄色にしてるところなんですけど、それからあの多分プードルとかピードルとか言ってるんですけど、あのピーダルというのがあって、それからテピカヌーというのがあります。タイル JSON、タイル ジョインですね。タイルジョインというのがあります。それぞれこれがあのコマンドで、えー、これだけのコマンドをあのうまく使って、えー、作っていくということになります。それぞれちょっと簡単に説明します。はい、Ruby なんですけれども、あの本当にあのあの割とこう読みやすいあの。 プログラミング言語になっていて、これで私、ホントルビ好きなので、これで書いています。あの日本人の人が開発した言語であのすごくあの私は気に入っています。それから、プードルなんですけれども、ポイントクラウドのデータについてあの処理をするためのライブラリで、多分 GDAL とかいろいろ扱ってらっしゃるとは思うんですけれども、これはポイントクラウド用のライブラリですね。あのえっと アメリカの,あの公平隊っていう人たちですね、あの日本でいうと、国土交通省の水局みたいなことをやってるようなところなんですけれども、まあ、そこの人たちがあの,のために作られたあのものですね、これがあのオープンソースになってるので、これを使います。 それからティピカヌーなんですけど、多分あの使ってらっしゃると思うので、ちょっと、あのえっと、いや,いやずれたことを書いてますけれども、これは、あの、ベクトルタイルをあの作るためのすごくいいソフトですね。ポックさんが作られているものです。でちなみになんか t i、まあ、ティピカヌーって割と歴史的に、あの、いろいろ大統領選とかでよく使われていた、あの、一つの,あの場所の名前ですね。なんかここで戦いがあったらしくてみたいなことがあります。で、あともう一つタイルジョインっていうのもティピカヌーというソフトウェアの一,種一部ですね。はい、えっ、ー、と、そういった、 ソフトウェアを使います。でえー、とあと、えー、この黄色にしているところ、あの順番に説明していきますけれども、灰色になっているところが変数を入れています。ベースネームというのはファイルの名前の拡張子がないところをあの入れたりしています。で、ジェットですね。ジェットについてはズームレベルですね。といったことをやっています。あと、えー、赤い字でこう縦棒というのがあるんですけど、これが、えー、とパイプラインというところで、ここをちょっとあの説明してみます。コマンドラインのちょっと細かいところになるんですけれども。 えと一つ目がパイプラインですね。パイプラインって本当にこういうものなんですけれども、ガスだとか水だとかを送るもので、えー、コンピューターで処理をするときに、普通はあ,のある処理をして、ファイルに保存をして、そのファイルを開けて処理をしてっていうことをやるんですけど、結構、ファイルの読みに時間がかかってしまうので。 1、えー、つのコマンドの出力をそのまま次のコマンドに入れていくといったことができるのがパイプラインです。まさにこういったパイプラインのようにですね、じゅんぐりじゅんぐりにデータを流していくということをやります。で、ポイントクラウドみたいな規模の大きなデータだと、こうやってこう、1、えー、本につなげていくというのが非常にあの効果的になるなと経験的に思っています。この、えー、これないの,かなあの赤で縦棒ですね、縦棒のところがそういったところです。このパイプの処理が使えるようになると、結構あの、うん、いわゆるユニックス系のコマンドを 使うスキルががちょっと桁違いいいに上がりますすよね知る通りいいで今、ねはい、多分学生が今聞いてると、学生はまだパイプの処理って使ったことない学生のほとんどですけど、うんうん、はい今、一生懸命こう Linux のコマンドとかを含めて覚えてきている中で、多分ある程度コマンドの種類が体に染みついたら、今度、じゃあどのコマンドをパイプでつなごうかみたいなことがイメージできるようになると、ぐっと実力が上がるというところですごくいい。うん タイミングで、あのいいあの学ぶチャンスが来たかなと思います。はい、ありがとうございます。あのフラン先生のおっしゃる通りで、本当にパイプラインが使えるようになると、やっぱりコンピューターのこう使い方が、こうあの、一枚上にいくかなと思ってますので、あのそういったところも、ぜひ見ていただければなと思います。でまあ、環境変更、はい。結構、パイプで僕使うのって、ログを吐き出す時とかって、よくパイプ使って、今、進捗どうかなみたいなところも含めて使ったり、うん、します。はい、以上です。 そうですねあのログの解析とかあのデータの解析するときにやっぱりあの必要なこう処理をあの後ろからちょっとつけていくっていうところはすごくあのやっぱりあの特に現場の仕事とかですねやるときにすごくいいかなと思ってますで環境変数の方なんですけどこれもユニクスでよく使うもので大体コマンドもともとコマンドラインも面倒い ですけどコマンドにこう情報を与える時にコマンドラインオプションということをよく使うんですけれどもちょっと違ったやり方であの環境変数というのがあります。これはあの知るっていうんですけどコマンドを打つところに対して、えー、変数をこう記録させるということができてでどのコマンドでもその環境変数で見れるといったことがあってこれもあのウェブとかで仕事をされてるとだんだん環境変数とか使うようになってきます、ね、あの本番環境なのか、えー、そうじゃないのかみたいなところを環境変数に入れたりします。でえー、と割とあの基本は簡単であの えと何々イコ何々っていうのスペースなしでこう入れていくとこれがあのシェルのどこからでも見れるようになるというあのこれもあのすごく地味ですけどすごくあのいい技術ですというところです。 ユニックス講座みたいになってきましたけれども、あのユニックスが本当に面白いものだと思っているので、あのこういったあのです、ね、あの本当に古いですけど、面白いかなと思います。英語版のほうはオープンになっているので、例えばお時間があるときとかにです、ね、2003年という結構古いものですけど、あの見ると結構面白いなとあの思ったりもしていますね。はい、このあたりのご知識って、僕は割と90年代後半から2000年代前半が一番旬というか、 あのがっつりやった時代なんですけども、あのいまだにやっぱり通用する技術じゃないですか。うんうん、この辺って多分まだ10年後、20年後もやっぱり通じるだろうなとも思ってるので、うんはい、学生は、はい、今のこのタイミングだけで、あの二度と一生出てこないかと言われると、案外、この先もこういうことが出てくるんじゃないかなと思いますうん、うん、本古谷先生のおっしゃる通りで、結局なんかあのユーザーの手元からは見えにくいですけど、 クラウドでサーバーをやるとかになると、ほぼあの Linux 使う場合があの多いですね。AWS とかでいろいろ処理をするとかっていう時にあの、えー、ときに、仮想サーバーとかっていうのを入れると、大体あのコマンドラインでやると。でそのコマンドラインは Unix だったりするので、このあたりの知識はあの割とあのどこに行ってもかなり役に立つ可能性高いかなというふうに思ってます。はい、続きの方に行きますけど、今度あのまずは、えー、と点データの処理のところですね。あの プードルですね。プードルの,あの使い方なんですけど、2回使ってて全く同じコマンドを使ってます。プードルタイムライパイプラインのスタートインっていうのをやってるんですけれども、えっ、ー、と、ここについてちょっと、あの、簡単にあのポインターだけですね、あのえっ、ー、と、説明をしておきます。これ、あの、えっ、ー、と、オープンなドキュメントがあってですね、ここを見ると、あの、えっ、ー、と、いいというところなんですけれども、まずこのパイプラインあのという処理はですね、こういったあの JSON で書いてるんですけれども、 え真ん中の今、えー、左の方にあのインプットラスタイプイコールなんとか、その後アウトプット PPF って書いてますけれども、こういった形で JSON の形であのどういった順番に処理をしていくよっていうのを書いて、それをあの、えー、与えてあげると、それ通りに処理をしてくれるというモードです。で、スタッドインっていうのが先ほどのパイプラインであの、えー、その JSON データをですね、あの入れていくといったところを設定をしています。でえー、あとは、 Ruby は先ほど言ったちょっとプログラミング言語なんですけれども Ruby で、えー、プロジェクトパイプライン Ruby で実行して先ほどの JSON データを JSON ファイルを作っていくといったことの 構想になってますけれども、まずこのプロジェクトパイプラインドットルビーがどういうものかっていうと、えっと、ここでまず行数だけ見ていただければ、24行ぐらいの細かい小さちちなファイルです。中身見ると10行目から21行目あたりが何を処理しているかになるんですけども、ラ、え、ス、ー、を読んで、そのラスはこういう座標形、EPSE6676 なので、リプロジェクション、再投影をして、3857ですね、Web メ,メルカトルにして、それをライターラス、書いてくださいとい、えー、ったことを。 指示をしています。これを与えることで、ラスデータを変換をしていくといったことがしています。はい、で次ですねあの、リサンプルテキストパイプラインなんですけど、これは、あの えー、リサンプルをするということなんですけど、これはボクセルを作るということをやってます。ここもあのここ簡単に言うと、この13行目から25行目のところですね、えー、今度はまたラス先ほど、えー、変換をしたラスデータを読んで、えー、フィルターの中にボクセルセンターニアイストネーバーというコマンドがあって、これをもうそのままもらってきているだけです。コマンドラインすみません、引数としてはセルっていうのがあるんですけど、これが、えー、ボクセルのサイズですね。えー、それを与えてあげて、えー、今度 CSV で書き出すということをしています。この指示をして えー、RAS データを CSV に変換をするとで、えーあ、これドキュメントですね。あのここ細かく見ていただけるとあの、細かなことが分かります。で、最後に t o、えージオジェイソンですね。CSV に今、ラスを変換したんですけれども、それをジオジェイソンに変換をするといったことをやっていてで、ここでやってるのがちょっと味付けをしてるんですね。あの P が出すのはあの あくまでこうリサンプルをしたあの点のデータなんですけど、点にあのを四角に変換をしたり、あと標高、えー、それからボクセルのサイズを属性にしたり、あと色をですねちょっとあの細かいことやってますけど、普通あのあの、もうちょっとビット数深いんですけれども、あの割と色数を小さくして、ファイのデータサイズを小さくするといった細かな工夫をしたりもしています。色数は8ビットですか、うん、はい色はですね8ビットかける3で、あの普通あ。ビット、うん はいはいあそうですね八三二十四の二十四ビットにして、えー、いますね確かはいはいわかりましたまはいであとあのラスパイを六台あの一ヶ月ほど回せば先ほど静岡のデータがあの変換できるという感じですけれどもあのここはあのえっ、ー、ともうちょっとちっちゃいデータらもちろんあの半分半半 半日とかですね、そういうところでできたり、1時間でできたりするのかなと思ってます。おで,えっと、できたのが、こういった先ほどのご案内したものですね。はい、こういったものができますと。えっと、今あの、すみません、ここ宣伝ですね。はい、あの国連ベクトルタイルツール機とあのいろいろやってますので、えっと、今回、いろいろできたらいいなと思っております。はい、私からの説明は以上です。 わっと情報量が多分今、学生にハテナがいっぱい出て,てるだろうなと想像するんだけど、ね、えとちょっと補足するとあ、ありがとうございます、このページをちょっと、えー、と今の藤村さんの説明を、えー、自分でやるには、えー、と今このページでいう青文字になっているそれぞれのコマンドが実行できるように、えー、とインストールする必要のあるものがいくつかあるということです。 Ruby は、えっ、ー、と、Mac は標準で今入ってますよね。入ってなかったでしたっけ入れられるのは間違いないですね。なんか、次の段階で落ちるかもしれないって言われてるんだけど、入ってるかもしれないっていう感じでた、ね、すた。まだ Ruby を自分でも入れてないけど、Ruby、入ってます。えっ、ー、と、Mac の人は、えっ、ー、と、最新の OS だと、えー、標準でも Ruby は入ってるんで、Ruby をインストールする必要はない。 ただ、まあ、Windows とか、あとそれぞれの環境で、えー、必要に応じて Ruby をインストールする,必要がある。ピーダルとかプードル、ピーダル、まあまあ、僕は G ダルからあの発生してやっぱりピーダルと呼んでしまうんです。はいあの、人によってあの読み方がいろいろなんですけど。ピーダルはピーダルでまたインストールが必要。で、あとティピカヌーも、えー、インストールが必要で。ティピカヌーをインストールすると自動的にタイル j s o も使えるようになるという理解で、ね、はい、おっしゃる通りです。 という形です。はい。なので、えっ、ー、と、今、あの、説明していただいた処理、パイプラインで全部つなげていくために、まず大前提としては、それぞれのツールがちゃんと使えるようになっていく。で、そ,うそれであれば、Windows であろうと、Mac であろうと、Raspi、LinuxOS であろうと、えっ、ー、と、同じようなことができるという形になります。で,すね、で、えっ、ー、と、あと、えっ、ー、と、途中で出てくるのに、座標形の変換が入ってくる。 というところがあの一つポイントだと思います。でえー、と最終的には変換する先は3857、Google の w e b メルカトルの測地形にする変換していくというので EPSG3857 というのが、えー、この3857という数字が Google のと使っている投影法のあ細かなパラメートを意味するものです。で逆に言うと,、えー、とインプットするデータ、えー、に関してはそれぞれのラスファイル、天群データのおーが 持っている測地系座標系の定義が何なのかを自分が知る必要があるというところになります。でえー、とちなみに、あそうだ、で今、えー、まず藤村さんに説明していただいた資料は、藤村さんから資料 URL をもらっているので、今チャットに貼りましたということと、あとは、えー、と今回、相模原のキャンパスのドローンの空撮画像から生成した天群のデータは、えー、と古橋の方で えーギタにもう公開をしてあります。なので、えーと、相模原キャンパス天群データ。で、ちょっと画面をりあの切り替えます。こちらの方で画面いただきます。よいしょで、えっ、ー、と、今、えー、これが、えー、 古橋が作成した昨日ドローンで上空飛ばして撮影したデータですね。で、まず、えっと、撮影証言のところに SRS、スペシャルリファレンスシステムとして EPSG の32654、えー、というのが今回の、えー、空撮データで生成したティデータな 知系になります。なので、入力するデータの EPSG コードは32654を用いるということをここで確認しておく必要があります。あとは、ラスファイルそのものは天群というところに、えー、とそれぞれあのフルサイズなもので全く天群生成してそのままのやつが3.5ギガのラスファイルが置いてあります。 でえー、と相模原キャンパスだけに切り出してちょっと,、えー、と標準偏差の処理かけてフィルあのデータを小さくしたものでもまだ1.9ギガありました。でえー、とその後ちょっとあの50センチで間引きしたり40センチで間引きしたりで少しデータを小さくすると、まあ、100ギガ100目が切ってくる形で、まあ、まず練習するんだったらこの辺がいいのかなというふうには思ってはいますが先ほどの、えー、と生成するボクセルの単位次第で この辺り、うんあの、うまく使ってもらえればというところです。もともとの天群データはあの画像の解像度で言うと3センチ分解能で、えー、撮影しているものなので、えー、と数センチの、えー、データとして出来上がっているというところになっています。はいえー、といずれにしても、えー、とサンプルデータはあの全部ここにあるということと、入力する時の、えー、ときの EPSG コード、測、え、地、ー、系の情報は32654というコードであると。 いうことまた、えー、EPSG コード、多分使ったことない人も、えー、といると思うので、えー、とこの際、まあ、古橋の授業を取った学生は、多分4326とか900913とかって授業でやらされたはずなんですけど、えー、そうじゃない学生もいると思うので、えー、とあくまで、えー、と世界中様々、さまざまな座標系、測地系の定義があると。 いうものを使いやすくコード化したものが EPSG という代表的なコードになるので、えー、とこういうものが存在していて、このコードの番号を常に意識しておくと、えー、こういったプログラミングの作業がスムーズにいくんじゃないかなと思います。はい、という補足で、えっ、ー、と、はい。なんか逆に古,古田さんどうですかなんか質問とか。 僕もちょっと自分の端末で環境作ろうかなとかって思ってて、はい、で僕はやっぱりバーチャルボックス、VM を自分の端末で建てるので、これからちょっとベイグラント使ってあのいあの、全部オートでやれるものを1個あの、こしらえようかなとかって思ってて、もしそれができるんだったら、あのあのファイルはあの共有しようかなと思っております。な バーチャルボックスは、えーとまあ、割と代表的な無料で使える、えー、と仮想環境え、パソコンの中にサーバーを作るようなあのやつですね。m a c でも Windows でも、あのはい、そこに、えー、バーチャルボックスをインストールして、えー、とそれは今オラクルかなオラクルから無料でそうそう。オラクルの無料で提供したやつですね。それをインストールした後、えー、古田さんがそのイメージファイルをもし完成させれば、そのイメージファイルをダウンロードして、<laughs> バーチャルボックスに登録すれば、古田さんが設定したコンピューターの環境がそっくりそのまま自分の PC の上で立ち上がるという形で、ロール。今、藤村さんに見せてもらった6日かかるって書いてあったんで、6台か、6台のクラスターでひとつきですか、それはちょっとあれなので、僕もちょっと自分のデスクトップ PC なら、 メモリたくさん使えるので、ちょっとそっちで、うん、え結構作ろうかなと思って、まあ、学生用にはあのメモリ、えー、と2ギガから4ギガぐらいでいいですかね。どれぐらいメモリあります ?VM 作るとしたら、藤村さん。おなるほど、なるほど。えっ、ー、と、ラズベリーパイの4って何でしたかあれが4ギガでしたっけ ?4 ギガですね。はい。4ギガ入ってますね。<GB> あれで、あの、少なくとも、あの、 1. 1点何ギガぐらいのあのラスデータは処理できたので、あの小さくてもそれなりに動くかなと、あの2ギガ、4ギガぐらいあので十分かな、1ギガだと多分あの危ないかなっていう、そんな気がしてますね。じゃあ、2ギガから4、まず2ギガからで作って、うん、あの動かなかったらここ書き換えてくださいという形で、4ギガにしてやってもらうみたいな形にしましょうか。うんうん、で,で、自分のローカルはちょっとあのメモリ多めにして、ちょっといろいろいじろうかなと思って。 あの先ほどの6台1か月っていうのは、静岡のあ,のあと半島のデータ全部をやる場合ですしかも1メートル GSD をやる場合で、1メートル GSD のところがほぼあの7割ぐらいで、2メートル GSD だと、もう本当に何分の1と、で今回のデータだと、分あのそんなに長く分かかんないかなと思ってますちなみに今まで藤村さんが試された天群データで、一番細かいのは何センチ分解のぐらいでしたか。あ なるほど元のデータですね元のデータはあんまりちゃんと見てなくてあの静岡県さんが普通にオープンにされたもの、えー、とあとまあ内部でちょっとやってみましたけどあのあんまりえっ、ー、と意識してないっていう感じですね今あ本当ですなるほどじゃ逆に言うと結構今回のような、うん、あの三センチ分解能から出てきた連続データの処理っていうのは、うんうん 藤村さんとしても初,初みたいな感じそうなんですよ。そうなんですよ。おっしゃる通りですね。この辺は面白みがあるかなというとあれです、ね。えー、と多分あまり細かく説明してなかったと思うんですけども、僕それの色付けのところが今、すごく山田さんがハマ <laughs> られている形ですけども、ね、いわゆる干渉色という形で、うん、えと標高の,あの値が高,く高ければこの色、低ければこの色っていう。 普通の色付けの場合には大体あのよくあるパターンが、えー、と標高が高ければ例えば赤とか標高が低ければ青とか、えーまあ、そういう,こうグラデーションをするのが一般的なんですけど、えー、とそうすると標高 100m と 101m ってあんまり色が変わらないので差をあの人間の目が見,見分けることができないので。 えとそこをもうちょっと細かい標高の差をきちんと色に反映させるという展開の仕方を、えー、赤色立体を作った千葉先生ですねあの非常勤で来てくれてますけども青学には、はい、あの千葉先生があの赤色立体をさらに細かく標高の色分けをできるように、えー、虹の緩衝色です虹色のこう色をパターンとしてこう、えー、といわゆる赤から赤から えー、黄色になって、えー、と緑があって青があって紫があってというその色の変化を、えー、シャボン玉のようにこうあのそれを繰り返していくような形で標高の色値が高くなると常にその虹の色の変化のパターンをどん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 繰り返していくあのパターンが観賞色のパターンになりますで、えー、とそれを当てはめるとちょっとした標高の差がすごく色で区別しやすくなる というのが特徴なので、えー、と今回はそれをぜひ使ってやってもらいたいということと、その千葉さんのアイディアを実際にあのスタイルとして行動化してくれたのが山田さんという形で、はいまあ、そういった人たちのこう知恵もここにこう,うまく組み合わさっていくと面白いんじゃないかなというふうに思っています。結構あの職は僕… はあの衛星リモートセンシングの世界でいうと合成開口レーダーの表現で昔から使われてた手法なんですけど、えー、とそれをあの標高データに当てはめるっていう、まあ、ある意味新しいまた発見をあの今されて結構それが、あのー、すごく価値を持ち始めてるんじゃないかなと思ってます。と、はい、いう形でもう58分ですね。他何か質問あのじゃあ簡単に一つぐらい質問してもらうか,せっかくだから学生から。はい、はいえー、そうですね質問 というより、まあ、ちょっと、そうですね、コマンドコマンドラインでなんかいじるってことも、まずそこに馴染みがないっていう状況なんで、今回、の Ruby とか、p d a とか、t ピカヌーとかの頭がちょっと、回今日いっぱいいる。ただ、はい。ただ、マップボックスインターもしてるから、そういう意味で t ピカヌーは、ぜひ、覚えましたって、マップボックスに今度報告しに行かないけどっていう意味でも。はい。 使いいいこなしてください頑張りたいと思いますあ質問なかあるあ、フラッシュ先生今度のいつあした行く、明日相模原キャンパス行きます。はい、明日の午後からスタジオにこもってるはい。はい。はい、他伊藤とか。了解です。<laughs> 明日2時、午後2時には、ビートの4階の4 1、えー、あのスタジオでネットワークの テストしてるので、ああ、分かりました。ありがとうございます。そこで聞いてもらえれば。はい。はい。はい,いの。はい。 ギトハブとかでもいつでも名称してくれれば言えますの普通に福田先生のネポツネでチェックしておきますので、何でも言ってください。ありがとうございます。スの UNVT のチャンネルにも、藤間さん、産川さん、共に参加してくれてますので、一緒にやりましょう。ぜひ。はい、ありがとうございます。僕も手動かさないとな。やりましょう、やりましょう。やりましょう、やりましょう。 カさんもありがとうございます。あの、<laughs> あ、参考の中、ブカさんからチャットが。なんか、今、ブカさんか一言じゃあ、なんか。ありがとうございます。<laughs> 私も、あの、これやったことないので、ちょっと手を動かしてみます。あのただ、Windows 使うときに聞き方がちょっと使いにくいので、あ,<ー>あの、私の経験、チャットに入れておきました。よろしくお願いします。<laughs> バーチャルボックスだと問題ないと思います。パワーシェルだとダメでしたか <laughs> ダメでしたね私の時はもしもしできたら教えてもらえると、w i n d o w s, <laughs> <S でもそのままできるので、助か <laughs> るかなと思うんですけど。向川、えー、さんがあのドッカ用のインストーラーをメインテンしてて、私がラズベリーパイ用の,あのインストーラーをメインテンしてる、そんな感じですね。なので、いろんなこう環境で割と幅が出てきてるので、<え>なんかいいあの、えー、と環境です、ね、あの学生さん使いやすいのをあの言っていただければ、それぞれアドバイスできるかなと思いますね。じゃあ あれですね、バーチャルボックスの方にもドっカ動くようにしておきましょうか。<お>あのそうですね。あのうん、そうしとけば、なんか一応ドっカも入れておきますそしたら、はい。あのあ<の>リナックスだったら多分動くと思うので、あのはい、バーチャルボックスがリナックスベースだったら大丈夫だと思う、はいます。バーチャルでやるとだめです。ウブンツの20でやろうと思ってますので、の多分大丈夫です。そのままで大丈夫です、ねはいはい。それで作ります。はい、ありがとうございます。 じゃあ、多分圧倒されている学生たちのほうがやばいことになったぞって<多分> <laughs>。期間は出てるかと思いますけど、はい、楽しくやっていきましょう。あ,ありがとうございます。えー、楽しくやりましょう。はい、はいじゃあ、じょちょっと時間ですね。<laughs> はい、じゃあ最後、藤間さん何か。 本当いつでも、本当、うん、にスラックとか、いつでも本当気軽に連絡してください。私もこういうの大好きなので、あのあ皆さんがどこでこう、やっぱりあの課題を感じるかっていうのが、すごく私にとてもいい情報なので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、あのこの映像も録画しているので、後であとで YouTube に公開しますので、何か問題があったら言ってください。あのそこだけいじるかもしれないですけど、はい、今のところ公開予定です。はい、ではあの、本当にありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました